どうも高井です。お金のために我慢がストレス、ご褒美消失、なぜ働くほど貧乏なのかについて考えてみたいんですけど、そもそも人間努力すればするほど嫌な仕事をやればやるほど、まあご褒美に対してお金かけたりしたり、見返りのあるお金が来なければその分だけやっぱりねストレスたまる。でそういう状況だから、まあ嫌な仕事をやっていて、なおかつ自宅からすごい遠い位置に会社がある場合、会社の近くのアパートを借りずに、通勤時間、ものすごい長い通勤時間を日々繰り返し行き来しているっていう人の場合だと、まあ、この本だとね、通勤時間片道22分で 20%、 今もらってる給料の 20% 多くもらわないと納得いかねえっていうのが労働者であるので、そういう意味ではそのストレス、持ち込んでしまった、溜め込んでしまったストレスというのをどう解消するかにね焦点当てていかないと、今後ねどん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 深刻な状況になると思うので、とりあえずこういう2冊の本を読んで考えてみるといいかもしれませんよ。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。